こんばんは、ゆかりです。先日、加藤より発売が決定したユニオンパシフィック鉄道の4000型ビッグボーイ、世界最大規模の蒸気機関車で、日本でも有名な蒸気機関車です。日本の大手鉄道模型メーカーが模型化することになり、今注目度の高い車両となりました。今回はゆかり鉄道で最大の蒸気機関車、アサアン製のユニオンパシフィック鉄道4000型ビッグボーイのご紹介です。ゆかり鉄道で導入したビッグボーイは、アサアン N ゲージモデルでアナログ TC 仕様の4014号機です。 N スケールのモデルでも箱がブック型ケースを同じくらい巨大です。ゆかり鉄道の作業台が狭いので台に収まりきらないですね。中はしっかりとしたスポンジに包まれていて、説明書が入っています。説明書には英語で実写の説明でしょうか。ゆかりさんは英語非対応なので残念ながら読むことはできません。ページを進めていくと製品の分解図になっています。かなり細かく書かれています。パーツリストもありますね。機関車の方を眺めていきましょう。ユニオンパシフィック鉄道の4000型ビッグボーイは、先ほども言いましたが、世界最大規模の蒸気機関車で、 N ゲージスケールでもかなり巨大です。スケールは160分の1ですが、エンジン部分とテンダーを含めた全長は実測で約 252mm になります。全長がかなり長い車両のため、ゆかり鉄道線内の車両限界に抵触する箇所が多く、線形改良が必要な箇所が数箇所にも及びました。曲線に機関車が進入すると、キャブの振り出しが大きく、トンネルと干渉したり、架線柱と干渉したり、柵に干渉したりと、曲線の外側に何かを設置している部分は間隔を広げたりする必要がありました。加藤から発売されるビッグボーイも C282 曲線が通過可能なように設計されているようですが、エンジン部分の線長が長いため、レイアウトによっては干渉する部分が出てくるものと思われます。実車は前側の走り装置が首を振ることで曲線通過可能となっていますが、アサアンのモデルでは前後走り装置が首を振ることで曲がれるようになっています。実用的な曲線は C354 あたりと思いますが、ゆかり鉄道では制約はありますが、C243 曲線を通過可能なようにしています。ビッグボーイをゆかり鉄道のレイアウトで走行可能にするのは、レイアウト側の改良と車両側での改良の両方で進めていく必要があり、時間とかなりの労力が必要でした。今でこそある程度安定して走行できていますが、最初はカーブに入ると脱線、勾配に入ると脱線で、ゆっくり走るのも難しかったです。トライアンドエラーを繰り返して、やっと脱線せず走れるようになった時は、苦労した甲斐があったというものです。このポイントがある緩い S 字カーブでも、前輪が引っかかったり、駐輪が脱線したりしましたが、線路のレベルを見直すことで通過可能になった区間の一つです。このレイアウトも新幹線が通過可能なように設計していましたが、ビッグボーイを走らせるのがここまで苦労するとは思っていませんでした。操作系はゆかり鉄道ではトミックス N1001CL と N600 をメインに使用しています。どちらのパワーバックも PWM 制御を採用していて、 DCC 仕様の車両だとレコーダーが壊れてしまうようです。ゆかり鉄道入線にあたってアナログ DC 仕様を選びました。普通のアナログ仕様を選ぶことで PWM のパワーバックを使用しても今日まで故障することなく問題なく走行しています。レンタルレイアウトでは
日本型の車両限界に準拠して設計されていることが多く、外で走らせることができるお店は限られますが、もしレンタルレイアウトで走らせる場合、レンタルレイアウトもドミックスの N1000HCL を使っていることが多いので、その点も重視しました。しかし海外モデルと PWM 制御で走行させるのは故障の可能性がゼロではないようです。ゆかり鉄道では問題なく走行できていますが、トラブルになる可能性もありますので、真似される場合は注意がいりそうです。ビッグボーイの特徴的な軸配置、4-8-8-4、前輪が4輪、その後ろに前側の走り装置が8輪、後ろ側の走り装置が8輪、重輪が4輪という配置になっています。1両の機関車で日本の D51 型蒸気機関車の走り装置が2組ついたような構成になっています。前後の走り装置のシリンダーに巨大なボイラーで発生する蒸気をそれぞれ高圧で送り込むことで高い出力と高い牽引力を発揮します。この仕組みを単式マレーというようです。アサーンのモデルでも前後の走り装置が動くことで力強い走りを実現しています。前後それぞれにトラクションタイヤがついており、勾配等半時の牽引力もかなり高くなっています。ゆかり鉄道の勾配区間は約 35mm 設定になっていますが、13両の特急ツバメ客車やオリエントエクスプレス88の客車も力強く引っ張ります。動画ではサロンカーなにわ7両を牽引しています。勾配区間や C243 といった急曲線も比較的安定して走行できています。この上りカーブ C317 の外側にある柵も干渉すれすれで、これより急な C280 だと干渉していたかもしれません。鉄橋もクセモノで新幹線車両を走らせるときに推奨されているようですが、鉄橋前後に直線を設けないと干渉しました。緩い曲線であれば干渉しないようですが、 C317 でもビッグボーイは振り出しが大きく干渉するようです。複線鉄橋と単線鉄橋では、単線鉄橋の方がトラスの幅が狭いので注意が必要です。ビッグボーイの概要をご紹介します。ワサッチ山脈を超える 11.4mm の勾配で 3300トンの貨物列車を引くために、このビッグボーイが製作されました。ビッグボーイの登場以前は勾配を超える列車に補機を連結する必要があったため、補機の連結解放の手間と時間や乗務員の手配の必要性があり、列車の速度向上に限界がありました。そのため新型の機関車が計画されましたが、勾配区間で補機を不要にするためだけではなく、勾配を超えたところで機関車を付け替える手間を省くために、長編成の列車を平坦線で時速60マイルで牽引することができる機関車である必要がありました。以上のような要求を満たすべく生まれたのがこの4000型ビッグボーイです。出力6290馬力、引っ張り力61394kg、最高速度80マイル、約130キロ、総重量 548.3トン。といっても想像がつかないと思いますので、比較対象として日本最大の蒸気機関車 C62 型を例にしてみましょう。出力2163馬力、引っ張り力13870kg、最高速度95キロ、総重量約 45.2トン。線路の規格も違えば大きさも全く違いますね。こんな巨大な機関車が1941年から走っているなんて、アメリカの工業力は恐ろしいですね。最後にビッグボーイに客車を引かせて走らせます。ゆかり鉄道では鉄道模型の紹介、メンテナンスをメインに動画を制作しています。
高評価、コメント、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。
本日もゆかり鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。